こんにちは。動画講座、ウイルス、遺伝子、免疫、ワクチン、対抗薬の基礎知識、講師の朝倉です。よろしくお願いします。本日は2020年12月24日、クリスマスです。本動画は2020年12月24日、今日時点の知識で作成しております。ワクチンについては、現時点では申請はされたけど未承認である段階ですので、その段階での解説とお考えください。で、最新のニュースの理解のためにも、この1番と2番ですね、ウイルスとそのもの、そして遺伝子のことも理解していただくと、3、4、5のあたりも理解しやすくなると思いますので、合わせてどうぞご覧ください。特にこの遺伝子の分野が非常に深い世界でありまして、私もこれを教えてきたので、詳しく解説しますが、ちょっとここ難しいと思う方でも、諦めずに3、4、5まで進んでいただくと、それは2が仮に全部分かんなくても3、4、5は分かるようにな作っていきますので、ご覧ください。そしてこの色分けなんですが、実は、難しい話も含めているので、色的なイメージが重要だと思ってまして、危ない相手であるウイルスを、赤で書いてあります。赤信号ということですね。そして、そのウイルスをコントロールしている遺伝子を、静かにコントロールしているというイメージで青とか水色系で書いております。そして、むしろ安全に資するということで私たちを守る側ということでこの免疫ワクチン対抗薬というのは安全というイメージで緑で書いておりますのでその色分けのイメージも、理解の補助に使っていただければと思います。朝倉の自己紹介です。私は大学で生物学などを学び、そして今も日本分子生物学会の会員として、時々大学の研究室に知識アップデートに、こういうふうに言っております。そして、駿台予備学校では医学部受験生などに生物を教えておりますので、生物の基礎知識は18区の受験生たちに教える仕事をずっと続けてまいりました。そして今は船橋市議会議員もやっておりまして、その中で特に新型コロナウイルスに対しては PCR の充実、そして船橋市保健所の検査室の充実などについて質疑をしてきました。最近はまた後でご紹介しますが、ウイルスと遺伝子という本も書かせていただきました。それでは第1項目、ウイルスです。ウイルスにはさまざまなウイルスがあるんですが、今、焦点の、新型コロナウイルスを中心に説明をしてまいりたいと思います。ウイルスのまず構造なんですが、まずこの脂質の膜、エンベロープという膜で全体が包まれております。で、この脂質の膜から突起をするように、S タンパクあるいはちょっと脂質の膜に埋もれる形で E タンパクや M タンパクというタンパク質があります。特にこの S タンパクというのが、ワクチンとの関係で非常に重要になってきますので、このトゲトゲですね、新型コロナウイルスのトゲトゲの部分を S タンパク、スパイクという意味なんですが、を見ておいてください。そして、この脂質の中にはこの水色で書いた RNA というその新型コロナウイルスのさまざまな情報を持っている遺伝子があります。そしてその遺伝子を持つ RNA を保護するために N タンパクというタンパクもついておりますけど内部にはこの RNA という遺伝子があるというところを見ておいてください。さて、新型コロナウイルスの増殖法です。で、この図は実は、何回も何回もこのスライドの中で、説明します。ですから、まず最初のその取っかかりですので、今回の説明は簡単だけにしますね。コロナウイルスは人の細胞の中に張り付いて侵入し、そして RNA という遺伝子をその吐き出すと、この侵入した後を吐き出すと。この遺伝子が、S タンパクなどのタンパクを作らせながら自らもコピーしていくと。そしてそれが合体して S タンパクなどのタンパクとその RNA と遺伝子が合体して子供ウイルスがいっぱい出てくるんですね。でこれが、新型コロナウイルスの増殖法ということになります。後でもう一回詳しく説明いたします。それでは
そもそも、ウイルスとは何かということを学ぶためにも、まずは生き物というのは何か、生物というものは何かというところから整理していきたいと思います。生物と聞くと動物と植物という言葉が一番、一般には思いつくと思うんですが、生物学の世界では二大分類は真核生物と原核生物ということで生物は分類されております。で、真核生物というのは私たち人など動物と、それから植物、それからキノコ、カビなどの菌類、そして、酵母も菌の一種なんですけど、それから単細胞の生物であるゾウリムシとかミドリムシ、アメーバなどを含みます。それからちょっとそれが、単細胞が群れになったような細胞群体というものもあります。さて、この真核生物に共通の特徴としては、ここに核というのがあるんですね。その細胞の中に核というものがあります。で、その核の中に DNA という遺伝子が入っております。DNA という言葉は聞いたことあるんではないでしょうか。そして、酵母やゾウリムシや、ミドリムシみたいに一つの細胞だけで生きてる生物もいるんですけど、例えば人は60兆個の細胞でできてまして、このたまたまの細胞が60兆個集まって人の体を作ってるんですね。こういうたくさんの細胞が集まってる生物を多細胞生物と言います。でも多細胞生物でも単細胞生物でも細胞レベルに行くとほぼ同じような構造をしていて、なおかつここに核という DNA の入れ物があるっていうのが真核生物です。一方、もう一種類生物がいまして、原核生物と言います。で、これは細胞を持ってる点は一緒ということなんですが、この DNA が核という入れ物に入ってないんですね。核がない、原始的だということで原核生物と言っております。これが細菌などの仲間ですね。でも、真核生物と原核生物はこの角膜に積まれた核があるかないかとの差があるんですが、遺伝子が DNA であるということは一緒です。そして、これ次に重要な点になっていくんですけど、リボソームというタンパク質を合成する工場を細胞の中に持っております。で、これはちょっとこっちに図には書いてないんですけど、真核生物の方もリボゾームというのを必ず持っております。さて、それではそれらの原核生物、真核生物たちはどのようにして増えていくんでしょうか。真核生物、原核生物ともに、生物が増殖するときに、共通の特徴があります。これが、真核生物のミドリムシの増殖法なんですが、ミドリムシの1個体があったら、それが2つに割れて分裂して2個体になっていくんですね。ということです。で、原核生物の単細胞である、その大腸菌も、この核という入れ物こそないけれど、DNA をコピーして倍にして、そして2つに分かれていくという点では一緒なんです。つまり、細胞が2つに分裂する。細胞が2つに分裂するというのが、真核生物の単細胞生物、そして原核生物、これほとんど単細胞生物なんですけど、の共通の特徴です。それでは、真核生物の中で人のようにたくさんの細胞が集まった多細胞生物ではどういうことになるかというと、こう2つに分裂して増えるんではなくて、オスとメスがありまして、メスから卵細胞が出てくると。で、オスから精子が出てくると。で、2つのその代表遺伝子的な子孫に残す専門の生殖細胞っていうのを作るんですね。で、それが合体して受精卵になります。で、この受精卵が赤ちゃんになっていくときに、約3兆個の細胞に増えていくんですね。で、この時に細胞が24816というふうに増える細胞分裂が起こります。で、このように、それでミドリムシが増殖するときにも、大腸菌が増殖するときにも、人が、単細胞の受精卵から多細胞になっていくときにも、何らかの栄養分が必要なんですね。こう栄養が必要です。そういうことです。で、特に後でお見せしますが、細菌の場合にはシャーレやの寒天や、培養液にこれを含ませていくと、細菌は増殖をしてくれます。栄養が必要なんですね。
ということで、真核生物、原核生物、核の DNA の収納の仕方には差がありますけど、単独で自己増殖して、子供を作っていく、生殖をしていくということです。で、基本単位が細胞になっていくということは、同様で、遺伝子として DNA を持っていると。そして、タンパク合成工場であるリボソームというのを持っているという点が共通の特徴です。それでは、これに比べてウイルスはどうでしょうか。ウイルスの話に行く前に、先ほどちらりと言いました、細菌の培養の話を、見てみましょう。これ船橋保健所の微生物検査室の様子なんですけど、このシャーレの中の寒天の上にこれさまざまな栄養分を含めておくんですね。そうすると細菌がコロニーとして増殖しまして、こうどんどん増えていくんです。で、これを点を打ったりして数を数えたりするということを保健所では、地道に検査をしております。このようにこれが、コロニーとして増えた細菌の様子を点として打ったものですけど、一つ栄養さえあればどんどん分裂して24816というふうに増えていくというのが細菌の特徴です。じゃあこれに比べてウイルスはどうでしょうか。実はウイルスは、じゃあ細菌のように培養できるかというと、こうウイルス、新型コロナウイルスでもいいですけど、をシャーレの中に入れておいて、コロナウイルスの増殖に必要な十分な栄養を、さっきのようにシャーレの中に加えたとしましょう。しかしウイルスは一切増殖しません。いくら栄養分を豊富にやってもシャーレの中では単独では 増殖しないんですね。それではどうやってでウイルスは増えるのか。それがこの図でありまして、先ほども出てきましたが、今度はもう少し詳しく説明していきたいと思います。で、詳しく説明する前に一番本質的なことを言いますと、これなんですね。ウイルスの増殖は自らいくら栄養分を与えても単独では増殖できないので、他の生物の細胞を乗っ取って増殖するんですね。で、新型コロナウイルスの場合には人の細胞を乗っ取って増殖するんです。さて、それでは侵入の仕方から増殖の仕方をよく見ておきましょう。ウイルスの表面タンパクである S タンパクというトゲトゲ突起タンパクを、人の細胞の ACE2 アンジオテンシン変換酵素というのの2番というやつなんですが、そのアンテナみたいなものがありまして、このアンテナにこの S タンパクが貼り付くんですね。そうすると人の細胞はこれを取り込んでしまう性質があります。これが張り付くと。で、取り込んで、吸着して侵入すると、この人の細胞膜にこう包まれた形でコロナウイルスがこう中に入ってしまうんですね。これエンドソームと言います。で、その後に実はこのウイルスの細胞膜とウイルスのエンベロープという膜と、それから人の細胞膜は同じような成分でできているためにやがて融合するんです。融合すると中にあった遺伝子 RNA というのが外に出てきます。これ脱核と言います。殻を脱ぐみたいだから脱核と言います。で、この脱核したものが、実はRNA というもので、これがさまざまな情報を持った構造なんですが、これがリボソームという装置で読み込まれますと大型のタンパクができるんですね。で、このタンパクはプロテアーゼというもので分解されて、16ぐらいに分割をされまして、細かい部品になっていくと。で、これは私裏方タンパクと表現したんですが、これからウイルスを細胞の中で増殖するためのさまざまな働きをする酵素などを作って裏方として働き手を作るんですね。さて、この裏方たちがいろいろ役割をします。その一つがこの RNA をコピーさせて RNA をどんどん作るという働きをします。それから他のものも作らせるんですけど、もう一つこの RNA がやることがありまして、この裏方たちが働いたおかげもあるんですが、次にこの RNA をいくつかに分割をしましてコピーをしていきます。で、そのコピーしたものは何を示すかというと、子どものになるウイルスのこう S タンパクなどの突起タンパクなど成分を作らせるんですね。この情報がこれを作らせます。で、それをゴルジ体というところの表面に配置しまして、
そこにこのさっきコピーした RNA をここ入れ込むと。そうするとだんだん部品が揃ってきました。中の部品をコピーして、外の膜の部品も、表面のタンパクもこういうふうに貼り付ける。で、それがだんだんと合着しまして、子供の形になって子供のウイルスとして脱出していくんですね。さて、そうするとよく見ていただきたいんですが、これが子供になるウイルスのエンベロープという膜です。このエンベロープという膜はどこからいらっしゃるかというと、実は人の体の中のここのゴルジ体という膜を使ったんですね。これ RNA だけで裸ですけど、この裸を包むエンベロープという膜は人の細胞の体を乗っ取って飛び出ていくんです。よって、このエンベロープというものが細胞膜と同じ、融合しやすいのは、もともと前に感染した人の細胞膜を、ゴルジ体の膜を奪い取って、衣をまとって飛び出てきたからです。こういうような形で増殖をしていきます。それでは、ウイルスは他の細胞を乗っ取って、その増殖していくという性質に関係する現象が、実は私たちの身近にありまして、インフルエンザのことについてお話ししたいと思います。で、インフルエンザに対してはすでにワクチンがありまして、 HA ワクチンというのがあります。ところが、これ東京都医師会のホームページなんですけれど、そこにこういうようなインフルエンザの、注意書きの一つがあります。食物アレルギーがあります。ワクチンを接種しても大丈夫でしょうか。この中で、こういう文面があります。また、インフルエンザワクチンには微量の卵タンパクが含まれていますが、通常数ナノグラムパーミリリットルと極めて微量で、 WHO 基準よりはるかに少ないことから、本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかなものは接種不適格者ですが、ということで、微量だから、これも検査もするんですけど、基本的には大丈夫だと、検査した上で接種するわけですけど、大丈夫だということが書かれております。さて、問題は、このインフルエンザのワクチンの中になぜ微量の卵タンパクが含まれているかということなんですね。インフルエンザが卵アレルギーと関係しているということは、どっかで聞いたことあるんじゃないかと思うんですが、なぜインフルエンザワクチンには微量の卵タンパクが含まれているんでしょうか。インフルエンザワクチンってどうやって作るんでしょうか。実は、インフルエンザのワクチンを作るときに、鶏卵、鶏の卵を使ってるんですね。なぜかと言いますと、インフルエンザウイルスもウイルスですから、いくらこのインフルエンザ、ウイルスをシャーレンの上で栄養分を十分与えて育てても一切増殖しません。細胞の中で初めて増殖するんですね。で、その細胞で使ってるのが鶏の卵なんです。正確には鶏の卵をいく、しばらく発生させて、発生中の胚なんですね。これが孵化中の、ここに赤ちゃんの鶏の赤ちゃんができ始めてるところですけど、ここの細胞の中でインフルエンザ、ウイルスを増殖させるんです。で、この、さっきのコロナウイルスと同じような形で HA という突起で張り付いて、そしてこの中で増殖をして、インフルエンザウイルスがたくさん出てくるんですね。で、このたくさん出てきたものを不活性化してワクチンにするんです。で、そして特にこの HA というところを狙って突起を作っておりますので、HA というものをこの、ワクチンの成分に含めてるんですが、どうしても鶏の卵を使うので、鶏の細胞の中の卵白アルブミンが少し入る。これが実は先ほどの、そのインフルエンザワクチンで、非常に稀ですけど、アナフィラキシーなどの副作用、副反応があり得るっていうのは、このことなんですね。ということで、確認ですが、決して、ウイルスは単独では増殖できない。必ず細胞を、乗っ取って増殖するという特徴があるということが、
普通の、細菌などの細胞と違うということを見ておいてください。それでは第2項目、遺伝子基因の話をいたします。でここは非常に理解すると面白い分野で、私もいつも教えている分野なんで熱が入ってしまうんですけど、難しいと感じてしまう方がいらっしゃるのは事実ですので、まあ、完全に理解できなくても、なんとなくそういう世界があるんだなというイメージを持っていただければと思います。さて、先ほども出てきた図ですけど、今度遺伝子というものに注目しましょう。RNA の遺伝子はここの水色で表現した、新型コロナの遺伝子はこの水色で表現した RNA なんですね。で動きは地味に見えますけど、実は新しい子どものウイルスの S タンパクなどを作らせる、あるいはこういう、ウイルスの増殖、細胞内での増殖のために必要な裏方タンパクを作らせる全ての情報はこの水色の RNA が持ってるんですね。まあ、実はこれが、要みたいなもんなんです。さてこの RNA について、どういうことかということをご説明したいと思います。で遺伝子というものの世界は初めての人にはとっつきにくいところですので、ちょっと例えを考えてました。情報の原本があって、その情報の原本をコピーをして、そしてそのコピーをする、コピーの情報をもとに実際使うものを作るというのが、実は遺伝子の流れなんですね。で一番身近なところとしては、例えば、まあ、乃木坂でもいいですけど、その歌手が本番で、まあ、録音データを使うと。でこれを、まあ、正式なその録音データを音楽会社がこう持ってます。これが音楽会社の、まあ、コンピューターの中に入ってるわけですね。でこれが、情報の原本です。でこれを販売用の CD に焼きまして、たくさん大量生産します。でこの大量生産した販売用 CD は各店舗に置かれるんですね。そしてその買った人は CD プレーヤーという丸い単なる円盤が CD プレーヤーというものに入れると、なんと音楽として非常に楽しい音楽として再生をされるんですね。でこれに似たような構造です。 DNA というものがデータとしてありまして、人の細胞の中ではでこれをコピーしたものが RNA なんですね。で RNA というのがたくさん作られまして、これが細胞の核から出て細胞質という核以外の部分に出てきます。でそこの細胞質にリボソームという、まあ、CD プレイヤーのようにこのメッセンジャー RNA の、情報を読み取る装置がありまして、そこでタンパク質というものができる。でタンパクになると実際さまざまな生き物の細胞の中で働く、その力を持ってるんですね。さてそれでは具体的に細胞の中での情報の流れを見ていきましょう。 DNA という情報の原本をメッセンジャー RNA というものにコピーされるのが転写、トランスクリプションといいます。そしてその転写した情報を翻訳してタンパクにするという流れがあるんです。でちょっとこれ色合いも気をつけてまして、 DNA を、青あるいは、まあ紺色に強い色で表現しています。でそのコピーであるメッセンジャー RNA は水色に表現してまして、そしてその結果できる実際の働きをするタンパク質は赤で表現しておりますので、まあ、その色の、ニュアンスも使いながらこれから、まあ、図版を説明していきたいと思います。さてこれが、細胞ですね。この細胞は人の体の中で60兆個ありますけど、お互いの細胞が連絡を取り合っております。でその連絡を取り合っていまして、その連絡を取り合うために物質を出してるんですね。まあ、手紙みたいなもんです。でその物質のことをリガントと言ってます。でこのリガントというものが他の細胞から来ますと、これが細胞表面のレセプター受容体というもの、アンテナに受け止められます。そうするとこれが細胞の核の中に移動してきます。まあ、いろいろこのプロセスあるんですが、最終的にその情報が核の中に移動してきまして、 DNA にスイッチオンをさせるんですね。そしてそうするとスイッチオンされた DNA はこう解かれるんです。
二重螺旋をしているとほどかれまして、ほどかれたところがコピーされます。メッセンジャー RNA に。水色のメッセンジャー RNA にコピーされまして、コピーされたものが、細胞質に出てきます。そうするとリポソームという、読み取り装置がこの暗号を読み取りまして、タンパク質というものを作っていくんですね。で、このタンパク質の作ったことによって、実体的な、動きをする分子が生き物の生物のから、細胞の中でできてくるということです。さて、くどいですが、理解が初めての人は大変な分野なんで、もう一回同じ例で確認しておきますよ。情報原本、情報コピー、実際に使うもの。音楽で言うと、歌手本番の、歌手の、録音データを CD に焼いて、CD のも、情報をもとに CD プレイヤーという機械で再生の音楽ができる。同様に DNA というものが核に収納されている情報です。情報の原本です。で、それをコピーしてメッセンジャー RNA というのを細胞の中に結構大量に作ります。で、この大量に作ったものを、リボソームという読み取り装置でタンパク質というものに翻訳していくという流れになっております。さて、DNA と RNA というものですが、実は DNA と RNA は両方親戚みたいなものです。こっちが人の体の中では情報の原本、こっちがコピーでありまして、DNA は二重らせん構造をしていて、RNA は一本差という差があるんですが、非常に似た構造をしてます。分子もこっちが水素でこっちが水酸基という部分がちょっと違ったりするぐらいで、非常に似た分子です。で、この情報にあたるものはこの ATGC という塩基の並びなんですね。で、RNA の場合にはこれが T の代わりに U がありまして、 AUGC という塩基の並び、これがまるで暗号のようにタンパクのアミノ酸の配列を決めていきます。それでは、この情報の決め方の原理をもう一度確認していきましょう。DNA の中にある ATGC の塩基の配列がコピーされまして、メッセンジャー RNA というものの、塩基配列になっていくんですね。で、それが最終的にタンパク質の中のアミノ酸というものの並びに情報が変換されていきます。DNA の塩基配列はこういうふうに ATGC が並んでいきます。で、これをメッセンジャー RNA に移し取って、T を U に変えて、こういうふうにメッセンジャー RNA の情報が出てくると、この情報の3文字ずつを読み取るような形で、例えば GGC という情報だったら、ここに仲立ちをするトランスファー RNA という分子もあるんですが、ちょっとね、それは、ちょっと専門、詳しくなるので、ちょっと省略しますと、GGC というものが、グリシンというアミノ酸を連れてくる。UAU がチロシンというものを連れてくるという約束になってるんですね。さて、1960年代に、このメッセンジャー RNA の3塩基がどのアミノ酸と対応しているかという遺伝暗号表が作られました。例えば UUU という暗号だったらフェニラーリンを指定しますというとか、 UAU だったらチロシンを指定しますとか、例えば身近なところでやると GAA だとグルタミン酸を指定しますという暗号が解読されたんですね。で、4種類の記号が3つ並びしますので、 4×4×4 で64通りの暗号ができる。そしてアミノ酸種類は20種類ですので、時々重なりの部分があるんですが、十分アミノ酸20種類の情報を示すことができるということが原理として分かった。それでは、アミノ酸の並びとタンパク質の関係なんですが、こういうふうにアミノ酸が横並びにつながっていきますと、これが遺伝情報が決め、塩基配列がこの並び方を決めるんですけど、並んでいきますと、お互い結合して鎖状になっていきます。で、それがちょっと螺旋に折りたたまれてジグザグ状になったりして、それがさらに折りたたまれてこういう形を作るんですね。で、この形が重要で、これがタンパク質のさまざまな働きをする形になります。さて、このタンパク質の立体構造っていうんですが、この立体構造が、重要だということをちょっと例えを使いながら次に説明していきたいと思います。
で、実はタンパク質の立体構造に最も近いイメージなものが、皆さんのご家庭にある固定電話の電話機のコードです。これですね。これ実はタンパク質の姿にそっくりなんですね。で、これは一応一つなぎのその長い、まあ、線ですよね。で、これが螺旋状に巻いて、螺旋状に巻いたものがさらにこう折りたたまれてくしゃくしゃとなった形が、実はタンパクの立体構造のイメージにそっくりです。で、そうすると、まあ、作ってみると分かると思いますけど、こういうところに時々少しくぼみみたいなものが出てきます。これを分子ポケットと言いまして、まあ、ここに一円玉挟みましたけど、特定の物質をここに挟んで化学変化させるのような酵素の働きをすることができるんです。これはさっきとはちょっと違う形で、また電話コードを折りたたんだものですけど、このタンパク質のアミノ酸の並び方が違うと、これできてくるこの、まあ、こういう立体的な形も違うんですね。そうすると今度は1円玉じゃなくて500円玉がここに入ってますけど、そのここに結合する物質やその形も違ってくるんです。で、これがさまざまなタンパクの、タンパクが異なるとさまざまな働きができて、私たちの体で多様なタンパクが多様な働きをしているという原理の基本です。ちなみに、また元の形のやつに戻りましょう。500円玉の時のさっきのタンパクと違う形を1円玉のタンパクを持って、1円玉挟み込めるタンパクを持っているということが確認できるではないかと思います。さて、まあ、ちょっと電話コードで例えましたけど、実際の、私たちの体の中の有名なタンパクを、紹介しておきましょう。これがヘモグロビンですね。ヘモグロビンというのは赤血球で酸素を運搬する働きを、血液中で赤血球で酸素を運搬するためのタンパクなんですが、まあ、確かにこういう折りたたまれた形をしております。で、そこにヘムという鉄を含む色素が含まれてきて、ここに、酸素を結合して運ぶんですね。同じような構造をしていても、筋肉の中に含まれているミオグロビンっていうのは、まあ、これが、まあ、4つ組があるのに対して1組しかないということで、若干違いがあったりいたします。さて、これが具体的な遺伝子とタンパクの関係なんですが、実はこのグロビンというタンパクを作っている遺伝子の暗号はこういうふうに並んでおります。こういうふうに並んでおります。で、この ATGC の並びの暗号が、特定のこの M とか V とか書いてあるのは特定の、アミノ酸の並びを指定し、このアミノ酸の並びがうまく折りたたまれてこういう形になっていくんですね。で、これが情報です。塩基配列という情報で、これがその情報の結果指定されるタンパクという実体的な働きをする分子です。なんか難しいと思う、まあ、初めの方は難しいと思われるかもしれませんけど、またこの後一つ例えでご説明したいと思います。実は情報が、実体になっていくということを、実は小学生でも、できることがあるんですね。実はこれ楽譜です。楽譜にはこのオタマジャクシのような約束の記号がありまして、これが五線の上に位置で並べられてます。まあ、暗号みたいなもんですよね。で、この情報を、まあ、音楽をある程度勉強すれば、小学生でも、この音符を読むことができ、春の小川のは、まあ、キラキラ行くよというふうな実際の音楽に翻訳ができます。実はさっき言った、ATGC の暗号がアミノ酸の並びに変換され、それがタンパクの立体的な形を作るというのは、この音符という情報が実際の音楽に翻訳できるという原理と基本的に近いものがあるんではないかと私は思っております。それでは第3項目、免疫に入っていきたいと思います。免疫というのは、に漢字で疫を免れると書くんですが、英語ではイムニティと言いまして、エムニティというのは労役みたいなもの、これが因というか否定ですので、労役を免れるという、まあ、英語でも同じような意味であります。で、この免疫というものは、具体的には病原微生物、細菌とウイルスが中心ですが、細菌とウイルスから私たちの体の健康を守るための仕組みであります。
そして免疫の主役となっているのは実は細胞たちなんですね。で、骨髄で作られて、そして血液やリンパ液、そしてリンパ節という、まあ、リンパ液のその溜まり場みたいなところがあるんですけど、そういうところに待機をして、まあ、血液とかリンパ液を循環しながらパトロールして、免疫になっている細胞たちがあります。すべて骨髄で作られて、いろいろ分化した結果、さまざまな細胞になります。で、骨髄で作られるものは免疫系細胞だけじゃなくて、赤血球のような、酸素を浮かぶ細胞であったり、血小板という血液の凝固に働く細胞であったりするんですが、好中球、この緑で書いた好中球マクロファージ樹状細胞、T 細胞、B 細胞などが私たちの、病原微生物から私たちを守っている体の中での私たちの守り手の主役となっております。免疫の仕組みを説明していきたいと思います。で、免疫は、抗原というものが外から入ってきた、病原微生物、細菌やウイルス、あるいは毒素などの異物です。これに対して対抗する、人の側の、体の対策の方なんですが、まあ、14番まで番号でありますけれど、まあ、いくつかの流れがありますので、番号順に見ていきたいと思います。で、まずこの、異物がどんな種類であれ、手当たり次第その異物をパクパクと食べるなどの好中球などの白血球グループがある、ような鈍色作用や、さまざま体の中で異物に対する対抗手段を、取るやり方が自然免疫と言います。これは相手の種類を見分けずに、どんな種類のその異物であっても同じように起こる反応です。素早く起こる反応です。しかし素早いんだけれど、決定的に相手の情報をつかまえてないので、これだけで、なかなか撃退できない時もあるんですね。で、その時にはしばらく時間がかかるんだけど、相手の情報を見極めた上で攻撃するというやり方をとります。で、それを獲得免疫と言います。獲得免疫と言います。で、その獲得免疫の中には、待機性免疫と細胞性免疫があります。それぞれを見ていきましょう。で、獲得免疫の側の待機性免疫では、まず、その異物の情報を、持ったその異物を樹状細胞やマクロファージという細胞が食べます。で、鈍色をすると、その情報を、親分であるヘルパー T 細胞というものに伝えます。抗原提示細胞というものになりまして、あ、こういう異物が来ましたよということを親分のヘルパー T 細胞に伝えます。そこの親分のヘルパー T 細胞は、B 細胞というものに指令を、お励ましまして、活性化させまして、B 細胞というものがこの抗体という槍みたいなものを作るんですね。この槍みたいな抗体が、この抗原を羽交い締めにするなどの結合をしまして、抗原抗体反応というのを起こして異物をやっつけていくという形になります。抗原抗体反応ですね。で、抗体というものを聞いたことあると思うんですが、これがこのやり方です。で、この舞台は血液やリンパ液などの体液で起こるので、体液が舞台になる免疫なので、体液性免疫と言ってます。一方、この体液性免疫では対処できないことがあるんですね。特にウイルスの感染の場合にはそういう要素が多くて、それの場合には細胞性免疫というやり方をします。それでは細胞性免疫の流れを見ていきましょう。情報を捕まえて、それを親分であるヘルパー T 細胞に伝えるところまでは同じなんですが、ヘルパー T 細胞は今度はキラー T 細胞、まあ、細菌はまあキラー、殺し屋という言葉がきついので、細胞障害性という言葉を使ってますけど、細胞障害性 T 細胞というものが、その異物の情報を捕まえて、それに感染した細胞を丸ごとやっつけてしまうんですね。というのは、ウイルスに感染してしまった細胞は、ウイルスは細胞の中にあるわけです。そうすると、ここら辺の体液のところにいくら槍である抗体を飛ばしても、この細胞の中に入ってしまったウイルスはやっつけられないんです。そうすると、まあ、ちょっと外科手術的なことですけど、もう細胞を丸ごとやっつけてしまうと、壊してしまうと。そして、このウイルスがそれ以上増殖しないようにさせるというやり方をします。で、このような形でウイルス感染細胞や、あるいは癌化した細胞、あ
あるいは他人の臓器移植の移植細胞などはこのような形で排除をしようとします。でこれは細胞が細胞を殺す形、まあ、排除する形での免疫なので細胞性免疫と言います。体液性免疫という槍で飛ばすやり方のほかに細胞を直接壊していく細胞性免疫というやり方があるということですね。そしてこれら1回抗原と戦った情報は B 細胞もヘルパー T 細胞もそれから細胞障害性 T 細胞も記憶細胞メモリーセルというものが残りまして2度目に同じような敵が侵入してきたときに速やかに対抗できるように記憶細胞が残るんですね。これが重要なところ、これがワクチンに関係するところになっていきます。それではワクチンについて説明していきたいと思います。実はジェンナーが最初に天然痘に対する免疫を牛の牛痘の似たよう天然痘に似ている牛の牛痘の成分を注射することで投与することで起こさせました。で牛のことをラテン語で、まあ、バッカと言ってますのでワクチンという名前がつきました。でワクチンの原理の図がこれです。基本的に抗原が侵入すると先ほど言ったような仕組みからしばらく遅れて抗体ができると。で発病してしまうんですね。基本的に発病してで発病してしばらくすると抗体ができて抗体が対抗していってだんだん治癒に向かっていくんです。ところが先ほど言ったようにここに記憶細胞メモリーセルが残ってますので2回目の侵入の時には1回目の侵入の時にはこう、最初の抗体を作るまで時間がかかったんですが記憶細胞のおかげで速やかに急速に抗体を作ることができるんです。そうすると2回目の侵入の時には細菌やウイルスが増殖することを、その増殖する前に抑え込むことができるというのが2度目の感染はない2度なし現象とも言われているんですけどこれが免疫の仕組みなんです。でちなみにこの抗体 A に対する、抗原に対する抗体 A は、別の、疾病には効きませんので、別の抗原が侵入してきたときには、たとえ抗体 A に対する、抗原に対する抗体 A を持っていても、これはまた同じように、ちょっと時間がかかって抗体 B を作るしかないですね。でも、同じものが2度侵入してきたときには、速やかに大量に生産できると。でこれをここでワクチンを接種しておけば2度目に本当のウイルスが侵入してきたときに速やかに大量に抗体ができることで抑え込むことができるだろうということがワクチンの基本原理なんですね。それではウイルスに対するワクチンの原理を説明していきたいと思います。まあこれが例えばウイルスの表面タンパクだとします。でこの表面タンパクを事前に投与しておいて事前に投与をしておいてそれをさっき言った流れで B 細胞に抗体をあらかじめ作らせておくんですね。抗体を作らせておく準備状態で作らせておきます。そうすると2度目に本当にワクチンの接種の方が先にあるとその後、ウイルスが侵入してきた時でもこの抗体が、これ剥がいじめにしてくれるよってこの人の細胞の受容体に、たどり着けないためにウイルスが感染できなくなるというような原理なんですね。で実はちょっと、抗体だけに注目しましたけどワクチンは、その抗体産生を中心にさせますけど、他の免疫である自然免疫や細胞性免疫も促進する働きも、ある、ことがあります。それではワクチンは、完全に安全なのかというとそういうわけではありません。でワクチンの接種に伴って体がむしろ不調になってしまう現象のことを副反応と言ってます。でその副反応のにはさまざまなことがあり得るんですが代表的な一つの例を説明していきたいと思います。さてワクチンによって抗体が作られるところまではいいとしかし実はその後その抗体で作ったものが逆の働きをしてしまう例が抗体依存性免疫増強という現象として知られているんで一部の、ウイルスなどで知られております。これはどういうことかというと、先ほど言ったように抗体は
この抗原表面タンパクに結合できるんですね。結合できる。で、結合できて、この細胞たちに近づかせないような働きをすればいいんですが、実は先ほど少し言ったんですが、抗体は抗原を串刺しにした上で、それを白血球グループに食べてもらうという働きがあると言いました。で、それが、そう働きまして食べてしまうと。で、食べた時にこの食べた白血球の中で、白血球グループの中でむしろウイルスが増殖してしまうと。むしろ抗体ができて結合できることが逆効果でウイルスの増殖を促してしまうという現象があるということも分かってきてるんですね。で、全ての抗体について、ワクチンについてこういう現象が起こるわけではないんですが、こういう現象も含めたさまざまな副反応があるために、普通はワクチンの研究開発というのは十数年というか、数年から十数年もかかるという長い年月を要するのが基本だったんです。それでは、これから今使われているワクチンの種類と、これから考えられているものも含めてお話をしていきたいと思います。現在使われているワクチンは、主に生ワクチンと不活化ワクチンに分けられるんですね。で、その生ワクチンというのは弱毒生ワクチンと言い、ま、も言いまして、細菌やウイルスを生きたまま感染力を弱めたものを1回投与することで抗体を産生させようと思うのです。結核菌や麻疹、それから風疹、おたふく風邪、水痘、ロタウイルスなどが、その実際に使われているワクチンです、あります。一方、不活化ワクチンというのは細菌やウイルスそのものを入れると、いろいろそれで感染してしまうこととかもあり得るので、活性をなくしたものを、入れるということですね。そうすると若干活性をなくしていることで、免疫という抗体の産生が弱いので、複数回接種させることで効果を高めようというものです。で、日本脳炎、ポリオ、インフルエンザは、これは小児の場合ですけど、複数回ということになります。さて、で、トキソイドという不活化は、トキソイドとか成分ワクチンというのは、結局、不活化ワクチンの一種に加えることもあるんですが、細菌、毒素を無毒化して加えたものをトキソイドとか言ってます。さて、これらの生ワクチン、不活化ワクチンなどの基本的なコンセプトとしては、タンパク質そのものを、投与するんですね。そしてタンパク質そのものを投与することによって、それに対する抗体を作らせようという形です。ところが、これから考えられているワクチンとしましては、タンパク質そのものではなく、その設計図である DNA とか RNA を投与して、最終的にタンパクを作らせるんだけど、投与するものがDNA とか RNA であるものが考えられております。で、その一つが今回の、アメリカ、イギリスですでに投与が開始されていて、日本でも12月17日、18日に承認申請が出されて、早いと2021年2月に承認されるかなという、ファイザーの、メッセンジャー RNA ワクチンですね。さて、この、従来型のワクチンと、それから今、考えられているワクチンについて、次に図で比較してみましょう。これが比較図です。今までの生ワクチン、不活性化ワクチンは、この×となったのは殺したということですけど、これは生ワクチンの場合にはこれが生きたままということなので、弱毒化させてはいるんですけど、ものです。それから注射器の中に入っていて、で、それを投与すると。で、そうすると、その成分を、私たちの免疫細胞が認識して、抗体を作らせて、その後のウイルスの侵入に対抗するという方針ですね。それでは、今、ファイザーが考えているメッセンジャー RNA ワクチンはどういう話かというと、今日やってきた話に関係するんですが、メッセンジャー RNA というものを、さっき言った遺伝子のコピーですね。で、コピーを、このリボソームという脂質の膜に包んだ形で、合成してるんです。だから実は低温保存などの、非常な取り扱いが、大変なところがあるんですけど、こういう作ると。で、こういうしたものを、入れると、この、脂質の膜が、
体の中に入ったあと人の細胞の中で膜に融合して、このメッセンジャー RNA をその細胞の中に運び込みます。そうすると、先ほどから説明しているように、このメッセンジャー RNA はリボソームに読み取られて S タンパクを主に作らせるんですね。で、そうすると S タンパクが飛び出てきたものが、あとはさっきと同じです。樹状細胞マクロファージに認識されてヘルパー T が励まし、 B 細胞に抗体を作らせるということです。つまりここが違うんですね。で、実は従来型と違って、これが、まだ新型コロナウイルス発生して1年余ですけど、ちょうど1年ぐらいですね。こんなに急速にワクチンの製造が進むというのは、非常にこれまでの歴史からすると、非常に珍しいことでありまして、一つは SARS とかの、新型コロナウイルスのに近い、今回の新型コロナウイルスに近い、ウイルスが発生したときに、このやり方が可能性として考えられていたこと、そしてその後の基礎研究もありまして、一気にこれを実用化させようという動きになりました。で、ここで、こういう働きでやってるということですね。さて、最後に対抗薬の話をします。メディシンって言います。ドラッグというと、薬物のことになりますので、治療薬のことをメディシンって言ってますけど、この対抗薬で治療薬と書かなかったのは、治療成績について非常に確実な治療薬というのがないんですね。いろいろ試められていているんですが、決定的なものがないというので、治療はしてないけど対抗戦略にはなっているということで、対抗薬と表現させていただきました。さて、この、対抗薬について、その一例を示していきたいと思います。さて、その対抗薬につきましては、これが最初の図に戻るんですけど、このウイルスの増殖の仕方のあるポイントを狙ってるんですね。ワクチンはここの侵入をそもそもブロックしようとする方法です。しかし、一旦侵入されてもすでに感染してしまった人で、中等症あるいは重症になった人に対する治療として、やるわけですので、すでにこの細胞にウイルスが侵入してきたことを前提に、このウイルスが増殖する仕組みをどうやって止めるかというところで、作用点がいろいろ考えております。で、一番有名なレムデシビルとかファビピラビル、アビガンについては、承認が見送られた形になりましたけれど、日本では。レムデシビルの方は承認されて、日本で承認されておりますが、この原理は、この RNA ですね。で、RNA というのが増殖するのを阻害することで、この疾病を止めようとする方法です。そして、これはプロテアーゼ阻害剤というのは、実は HIV で考えられているんですけど、先ほどそのウイルスが増殖するときに巨大タンパクを作って、それが16分化されて、それぞれ裏方として働くタンパクを作ると言ったんですが、その裏方タンパクの合成をさせないように、こういう16分割をさせないという働きの、治療薬が HIV では実用化されてまして、それと同じ原理ができるんじゃないかということで、これはまだ謎の段階で検討されている段階です。で、あと、イベルメクチンという薬剤がありまして、これはウイルスが侵入したとき、ウイルスはなんと、人の免疫系を、自然免疫系をストップさせる、働きをさせるんですね。自分の増殖のために自然免疫系をストップさせようとする働きを核に対してするんです。で、そのストップさせることをストップする。つまり、人の細胞が、の免疫作用が邪魔されないようにする薬がイベルメクチンということです。この対抗薬のことは、まだ、決定的なものがありません。そして、今、特にもう一つ重要なのは、サイトカインストームという現象がありまして、人の細胞が、免疫機能が、健全で、そして、そのサイトカインですね、これ、サイトカインストームということなんですけど、免疫が活性化しすぎてしまうことで、むしろ炎症が起こってしまって、それが重篤な患者の症状に至ることがあるので、それを制御することが重要になっていきまして、その薬なんかも考えられております。
さて、これまでどうもご説明をさせていただきましたけど、ご清聴ありがとうございます。それで、実はそれぞれの項目、例えばウイルスの構造にしても、それだけで30分は話す中身がある内容、遺伝子はもう1時間ぐらい話すことができるような内容であります。免疫だっても30分ぐらい話せますね。そして、ワクチンももうちょっと詳しく話せることがありますが、それ最初からやってしまうと長くなってしまいますので、話を最低限に抑えました。それで、私本を書いておりますので紹介させていただきますと、現在の状況について相当詳しく書いたものがこのウイルスと遺伝子96ページの本で、図版もしっかり載せてあります。で、対抗薬についても原理を少し載せておりますので、これ500円と比較的安いのでぜひ買ってみてください。で、もう一つ、ウイルスに限らず一般的な生物学という全般でこういう本も出てますのでご参考にいただければと思います。そして実は、すでに緊急事態宣言の時に、実は31回、この生物遺伝子ウイルス免疫医療という講座を開いたんですね。で、その時の記録が私の YouTube に残っておりますので、その遡ってご覧いただければ、今日、説明が十分でなかったところもそれぞれの項目について詳しく説明しております。ただこの時私がまだそのパワーポイントで操作する技能を獲得していなかったために、パソコン画面をスマホで映しているというちょっとあまり映像的には美しくない形で作っておりますし、すでに、これは4月の段階の話ですので、当然ワクチンの話もありませんので、若干古くなっているところもあることはご理解いただいた上で、ご覧いただけるとよろしいかと思います。ということで、本日はご清聴ありがとうございました。1時間となってしまいました。で、ちょっとまだ最初に発信したので慣れてないところもあると思いますけど、これから、皆さんの、ご意見とか疑問点とか感想とか、ぜひ YouTube のコメント欄にください。それをもとに、もう少し、詳しい情報を発信していきたいと思います。特に、今後、ワクチンの動きについて、そして対抗薬の動き、そして、今日の時点でイギリスで発生したその変異種の話とか、変異の話ですね。そこら辺は、やがてもう一回、それぞれ発信していきたいと思っておりますので、ぜひそのためにも、ここをもうちょっと語ってほしいとか、もうちょっとこういう図が欲しいとか、そういうご意見をコメント欄に書いていただければ幸いです。どうもご清聴ありがとうございました。メリークリスマスということで、クリスマスおめでとうございます。